HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓からこんばんは、 HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から HKT48 の森安窓かです。番組最初は窓かの窓からの窓かの車窓から。このコーナーでは私森安窓かがインスタグラムやツイッターでお話ししたことや日常を感じたことなどを一人でお話ししていきます。それでは今日お送りする内容はこちらです。アニメ呪術廻戦、イエーイ。もうこれね、ものすごい流行ってるアニメでして、あの鬼滅の刃に続きもものすごい人気なんですよ。そうで、私の周りでもすごい見てる人多いんですけれども、さっくり説明すると、すごいもともとめちゃくちゃ身体能力が高くて超運動神経がいい主人公の虎杖悠仁君っていう子がいるんですね。男の子が、その子すごい、まあ、ごく一般的なね、普通の高校生の生活を送っていたんですけれども、ある日お友達、部活のお友達だったかな、ちょっと一話ちょっと内容忘れちゃったんですけど、お友達がその呪いに襲われてしまうんです。まあ呪いが存在する世界なんですけれども、まずね、でその襲われた友達を救うために、その特級呪物って呼ばれているその両面スクナの指っていう、まあ、それをね食べてしまうんですよ。自分の自らの体の中に取り込んでしまうんですよ。でそしてその自分の魂にその呪いを宿してしまうっていう。でそれで両面スクナがそもそも呪いなんですけれども、それとその自分の肉体をね、その共存させることになってしまったんですよ。指食べちゃったからね。でその虎杖悠仁君はその最強の呪術師って呼ばれてる、もうその人がまたまた人気なんですけれども、五条悟先生っていう人の案内で対呪いの専門学校みたいなところ、呪術高等専門学校っていうところに入学して、でそれでも新しい友達もできたり仲間もできたり、でまあライバル校と戦ったりっていう感じでね、どんどん対呪いに対してもバトルをね繰り広げていくっていう感じの話なんですけれども、私そもそもあんまりバトルものをアニメでそんなに見たことがなくて、でもそんな私でもハマるぐらい、多分この呪術廻戦がなぜ人気なのかっていうと、おそらくですけど、その虎杖悠仁君の主人公力がすごいんですよ。圧倒的なんかヒーロー感っていうか、うん、どんな困難にも負けないし、ずっと前向きだし、弱い者いじめ許さないし、もうなんかもう完全懲悪みたいな感じなんですね、主人公が。だからもう絶対裏切らないっていう安心感がこっちとしてはあるわけですよ。それがそもそも人気で、その今は結構なんか人間らしいところとか嫌な部分とかも見せる主人公とかも割といるんですけど、流行ってはいるんですけど、あ、漫画とかアニメの世界でもね。だけどやっぱりなんかそういう中でも圧倒的なんかヒーローで引っ張っていってくれると、すごいついていきたいなって、ずっとなんだろう、応援したいなって思えるようなすごい主人公なんで、すごい魅力的だなって思うんですけれども、あの心はすごいいいやつなんですよ。だからめちゃくちゃいい人なんですけれども、その体はね半々になってるわけよ、魂は半々になってるわけよ、その指食べちゃったから、その悪いやつとね。だからその なんていうの、もうどうしようもできない、その運命に抗えないみたいな感じで、考え方とかすごい心にもめっちゃいいやつなんだけど、たまにそういうなんていうんですか、暴走しちゃったりとか、両面スクナの方が勝ってその呪いのね力が強くなってみたいな、でいろいろやらかしちゃったりするんですけれども、そういうところもなんか見どころなのかなっていうふうに思います。まあこんだけね、その主人公感がすごいって言いつつも、私はサブキャラの真人さんと犬巻先輩が大好きです。以上、窓かの窓からの窓かの車窓からのコーナーをお届けしました。それではここで今日最初の一曲を聴いてください。お送りしたのはイブで開会期間でした。マットマットマットトマトマドマド、今日もあなたを惑わせます、 FM マドカ、イエーイ。改めましてこんばんは、サブキャラや当て馬役が大好きです、森安まどかです。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから、ここで今週の週替わりメンバーをお呼びします。今週はこの方です。はい、最近チョコレートが大好きで、さっきマネージャーさんからチョコレートいただけて、うん、とっても嬉しかったです。ババサイカです。かわいいまるちゃん、お願いします。最近なの、チョコレート好きなの。最近めちゃめちゃなんか、うん、
なんか前はそこまでだったんですよ、うん、でも最近なぜかめちゃめちゃチョコ食べたい欲がすごくって。バレンタインだからじゃない？そういうことですかね。うん、もう過ぎたけどね、18日だからね。過ぎてますね。さやまるは2020年3月以来4回目の登場となります、はい、おこの間出た時は、はい、確かその何人か3人で出ました、うん、だよね、はい、その卒業スペシャルみたいな、ね、中学校のねえ高1ってこと？今高1です。今、しっかりしてるね。いやいやいや、でもチョコレート好きな、なんか可愛い一面もあってね。いいですね、さやまる。はい、たくさんねメッセージが届いています。もう久しぶりということもあって、はい、ありがとうございます。はい、読んでいきたいと思います。渡辺さんネーム松千代さんからです。まどかちゃん、さやまるちゃん、こんばんは。こんばんは。さて、 HKT48 劇団始めますの上演がいよいよ2月20日から始まりますね、はい、おー2日前そうなんですよ、2日前。さやまるは劇団ミュンミツのプロデューサーとして、多忙な様子でお疲れ様です。さやまるは年齢も若いし、先輩後輩の関係なども含め、プロデューサー業はやはりやりづらさもあったのではありませんか？プロデューサーの仕事で特に大変だったことなどぜひ教えてください。あと、いよいよ2月20日から水色アルタイルの公演が始まります、プロデューサーであるさやまるから水色アルタイルの魅力を私たちに伝えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。プロデューサーってことはさ、はい、指示したりするの？さやまるもありますね。先輩にもちょっと、はい、でもそこはリコピさんと一緒なので、うん、あ、そうか、相方がね。そうです、うん、リコピさんにお願いしたりとかしながらなんだ。うまくやってるわけね、はい、そうです。どうですか、まあプロデューサー、はい、プロデューサー業かかってどんぐらいだ？どんぐらいだろう、もう始まったのが多分もう11月とかだったんで。あ、そっか、じゃあもう3ヶ月ぐらい経つんだね、はい、ずっと準備して、ね、はい、ね、もう先週も、はい、あの違う組の、うん、はい、もう片方の組のプロデューサーのね、ねちゃんがね、うんうん、来てくれたんだけども、やっぱ毎日打ち合わせして稽古してって、はい、大変って言ってたけど、毎日やってます。今日もやってました。あ、本当？夜もやります。すごいハードスケジュール。そうなんだ。そうなんだね。特に大変だったことはありますかって質問に来てますよ。なんだろう、私なんかミーティングがあんまり得意じゃなくって、やっぱ先輩とか大人の方とかいらっしゃるんですけど、うん、そこで発言したりとか、うん、意見言うのがめちゃめちゃ苦手で、うん、毎回なんかそのやっぱミーティングっていっぱいあるんですよ。その決めるたびに、例えば、うん、メインビジュアルとかポスターとか決めるたびにミーティングがあって、たくさん全部にいなきゃいけないので、なんか毎回、あ、今日ミーティングあるって思いながら頭抱えてやってたんだ、はい、でも少しは発言できるようになったりした？はい、最初よりかは全然できるようになりました。成長して。いいですね、頼もしいですね。じゃあ楽しかったこととか逆にある？プロデューサー業。楽しかったこと、あ、なんか撮影に行ったりとかする時も、うん、プロデューサー行ったんですけど、うんうんうん、なんかそれこそメインビジュアルは学校で撮影させていただけたりとか。そうだね、青春ものだもんね。はい、とかティザービジュアルっていうのもあって、それは佐賀県の駅で撮影したりしたんですけど、うんうん、あれ佐賀なんだ。そうなんです、知らんかった。佐賀の駅でみんなで行って撮影したりとかして、そこにもう全部行かせていただいたので、やっぱ現場とかは楽しかったです、うん、あ、やっぱ行かなきゃいけないの？プロデューサーだったら、はい、いなきゃいけない。そうです、そうです。そうなんだね。もう一組さ、はい、そのまあ、ミュンミツとゴリラ組でさ、全然違うさ、はい、そう作品を作ってるわけじゃん。その意識したりとかしないの？あんまりライバル意識ではないのかな、はい、仲間意識。仲間意識ですね。あ、そうなんだ。協力し合ったりもするのかな。あ、なんかあんまりそうないけど、そんな敵対は、うん、思ってないです。私は。え、お互いの作品についてどこまで知ってるの？最初ら辺に、うん、その脚本が一回できてから、うん、本読みっていうのがあったんですけど、うん、それはお互い見たんですけど、それ以降は何も知らない。な、稽古とかも投資稽古とかも見てないので、はい、でも本番見られないんじゃない？結構さ、そうなんですよね、きつくないスケジュール。1日に4公演そうでしょ、あります。あの交代交代でやるんだよね。見てる暇ないよね。なんか直しとかやってたらさ。はい、すごいね。じゃあ終わって何か何か、うん、
マネージャーさんにね頼んでっていう感じになるのかなって思いますけど、はい、うん、水色アルタイルの、まあ、魅力、はい、まあ、役者とかのなんだろうな魅力とかありますか？なんか水色アルタイルは今回青春をテーマにしてて、うんうん、多分見てくださる皆さんってもう青春終わった方とか今やってる学生さんとか見てくださると思うんですけど、うんうんうん、なんかあこんなことあったなとか、うん、その思い出しながらとか見てほしいし、うん、なんかそれぞれ5人キャラクターがいるんですけど、うん、5人にもちゃんとなんかキャラがあってそのキャラの裏話的なのも作ってはいるので、うん、本編で出てくるかはちょっとお楽しみにって感じなんですけど、それぞれのキャラ面白いところがあるので、うんうん、そこにも注目して見せ場があるんだね。はい、すごいな。じゃあ、まあ、推しの人もぜひ推しじゃない人も楽しめるんだよね、はい、そっか。いや本当に楽しみだな。他に大丈夫ですかね聞きたいこと。あの以前この F 窓に関さんが来ていただいたことがありまして、はい、そうだ、関さんがですね、はい、あの収録した時点では、はい、かなりあの脚本に苦労されているご様子で、ミュンミツの方の、脚本なんですよね。はい、その辺が結構進捗がね、どうだったのかなって、ちゃんとあの締め切りに間に合ったのかなっていうのがあでも締め切りに間に合ってたんですよ。あ本当、3、4回直しがあって、いつもその締め切りの時間を決めてそこからちょっと過ぎてきてたんですよね、うんうんうん、でも一番最後の直しは締め切りよりも2時間ぐらい早く来て、すごいすごいってなって、関さんは例えば1日の何時に設定したら絶対2日に来るからっていう感じでその時も設定してたんですけど余裕を持って、はい、言ってたっけね。ちゃんと早めに来たんですよ。えらい、頑張ったねって言って、すごい、はい、なんかすごくあの関さんがあのママさんと打ち合わせしながらずっとやってたっていう話をしてたの、はい、ありましたけど仲も深まるんじゃないですか。深まりますね、 ねやっぱ同期なので支え合って絆が生まれるよね、はい、だから普通のその絆っていうかその同期っていうことよりももうちょっとこう関係性が少し違った感じになるんじゃないんですか、うん、そういうふうなことを経験するとまた確かに言いたいこと言えそうな感じありますよね。うん、これからもね、なんか2人の関係性も楽しみだなって思いますし、はい、はい、もう上演自体ももうあと2日なんでね、はい、ですよ。いや、やばこれ収録時点ではまだね、はい、だいぶ時間がありますけど、ちょっと余裕がありますけど、はい、オンエアされる時は2日前多分。じゃ寝る暇あるこんな余裕ないですね、2日前は、うん、多分もっとピリピリしてますよね。してます、絶対誰か怒鳴り散らしてたりとかしてみたいな感じがありそうです。大丈夫かな。演出家が怒鳴り散らしてるかもしれないっていう。ちょっと心配ですけど。誰かがどう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 みたいななだめてるっていう。ありそうですね。演劇よくありそうな感じですもんね。うん、それこそもうそれ含めてなんかなんだろう、それこそ水色アルタイルみたいなもう青春群像劇みたいな、はい、裏側も含めてねそんな感じするんじゃないかなとか見てる側としては思いますけれどもね。本編すごい楽しみです。ぜひぜひ楽しみにしてください。続いて渡辺さんネーム野崎吉さんからいただきました。まどか様、さやまるさん、こんばんは。こんばんは。さやまるさんは佐賀県出身のメンバーサガーズの一人として、去年の4月からそのちんサーナと一緒に FM 唐津 HKT48 初唐津号のパーソナリティを務めていますね。まどか様のピアノ曲が BGM で流れているので、まどか様いつ出演するんだろうと思ってしまいますが1月からは2時間の生放送となり、独特の緊張感があると思います。すごい、2時間か、はい、緊急事態宣言の発令でリモートでの生放送になっていますが、生放送あるある、リモートあるあるなど、ラジオの裏話などあれば教えてくださいませおーすごいね、2時間生放送、はい、2時間2時間になったんですよ。緊張する、最初、あでも、うん、もともと生放送だったので、うん、そうだね、番組自体もね、はい、でそれを1年弱ぐらいやってから2時間になったので、うん、3人の関係性とかもしっかりできてきてというか、うん、からの2時間になったので、そこまであんまり、はい、緊張はしなかった。3人の関係性ってどんな感じなの？なんか誰が仕切るの？仕切るのはやっぱそのちゃんですね。4期生さん、一番3人の中では先輩で、年も一番上なので、そのちゃんが仕切ってくださってて、でサナがなんか結構穏やかな、うん、ふわふわした感じなので、はい、なんかニコニコしてくれて、うんうんうん、サカがうるさいっていう
あ、そうなんだ。さやまるうるさい担当なんだね。うるさい担当、ね、いっぱい喋るんだね。喋ってます。リモートラジオってやりづらくないですか、やっぱり。そうなんですよ。リモートなんで、しかも2時間なので。確かに。Wi-Fi と充電の戦いみたいな。確かに。大変だよね。はい、そっか、もうそもそも技術的なそういう面でね。はい、そう大変なんだね、その精神面じゃなくて。そうです、そうです。でもさ、普通に喋りとしてもさ、やっぱリモートだとその被ったりするじゃん。そうなんですよ。あ、どうぞみたいな感じに なりますね。なるよね。はい、でもなんかメインパーソナリティとしてやらせていただくことが決まってからも、うん、1回だけスタジオに行って、次からリモートだったんですよ、その時も。あ、なんか言ってた、ソナチンが。去年の4月だったので、うんうんうん、ちょうどどんかぶりで、うん、だったので、もうなんかもうリモート結構ない。リモート慣れてきました。もう主体みたいな。はい、すごいな。もうさ、最近ではさ、はい、やっぱじゃあラジオもカラスウォーもだし、はい、そのズーム演劇もだし、そうです、もうずっと座りっぱなしじゃない？そうなんです。めっちゃなんか肩とか凝っちゃう。そうだよね。はい、もう画面とにらめっこで。にらめっこです。ブルーライトカットしてね。ちゃんとカットします。カットして。ゲーミングチェアでも買ってね。買います。本当に心配。じゃあすっかり慣れてきたということでね、はい、今日はその喋りにもね注目です。ちょっと反応がありますね。F モードでは皆さんからのメッセージどしどし募集中です。メールの送り先は hkt48@fmfukuoka.jp、 hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp、 郵便は郵便番号 810-8575 F モード宛て、毎週いただいているメッセージの中から採用不採用に関わらず2名様に、持っていたらとっても役に立ってとってもご利益がある番組会員証をお送りいたします。どしどしご応募ください。そしてツイッターでの実況大歓迎です。ツイッターに書き込む際はぜひハッシュタグ F 窓、綴りはハッシュ記号に続けてアルファベットの F、 ひらがなで窓です。ハッシュタグ F 窓をつけてツイートしてください。特に実況中の皆さんはよろしくお願いいたします。それではここで1曲お送りしましょう。どうぞ。お送りしたのは HKT48 で誰より手を振ろうでした。まだだだだだだだまだだだだだだまだかなまだかなまだかな。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、ババサヤカがお送りしています。あ、マリママこちらにお願いします。続いてはこちらのコーナー、マリママの聞いて差し上げてもよろしいですよ。芸能生活43年のマリママが番組リスナーである渡辺さんのあなたの相談を聞いて差し上げるコーナーです。マリママよ、久しぶり。久しぶりです。めちゃめちゃ好きですこれ。ちょっと引き気味だったけど。引いてないです。もうちょっと乗ってくださいね。乗ります。お願いします、はい、お願いします。お悩み届いてますか今日も。たくさん届いてます。お願いします、はい、それでは渡辺さん、ネーム黒猫ゴジラさんからです。この前彼女が家に来て夕飯を作ってくれたのですが、正直あまり美味しくありませんでした。その時は気を使って星3つですと嘘つきましたが、将来的に同棲や結婚まで進んだ時を考えると真実を伝えた方が良かったのかなという気もしてきてモヤモヤしています。今後彼女の手料理を食べる機会があった際はどのように対応するべきでしょうか、みたいな相談を友達からされたのですが、女性に料理を振る舞ってもらった経験がないので何もわかりません。森ママのご意見を聞かせてください。おお、あまり美味しくない。これはね、美味しくなかったら、もう星3つです。でも一回言っちゃったんでしょ？そうですね。これで一回やんわりね、まあ注意してみて、うんうん、実はあんまり、みたいなこと言って、あんまり料理上手じゃないよね、みたいな感じで言って、うん、すっごい怒られたら、うん、もう引き下がるしかないよね、やっぱり。あ、そっか。星3つです。10個中っていう。きつい。最悪。きついですね。それでなんか向こうが本当にイライラしてたら、はい、うんうん、ちょっと考えた方がいい。言わない方がいいと思う。これ難しいですよね、うん、どんなところがあってちゃんと改善してくれるようだったら、うんうん、一緒に何料理勉強するなり台所立つなり、なんか、はい、あ、クックパッドこれ美味しそうなんだよねみたいな、うんうん、これ食べてみたいなみたいな感じで言ってみたりとか、そういう改善策しかないんじゃないでしょうか。料理上手でしょ。いや、上手かわかんないですけど好きですね。さやまるね、はい、特にお菓子作りが上手って聞きましたよ。あ、本当ですか。風の噂で。風の噂で。うん、料理の何上手になるコツはありますか。コツですか。もうこれは、う
レシピを間違えないことが一番だと思います。レシピ通りにクラッシュルクップバットを見ましょう、はい、皆さんぜひ。はい、ありがとうございます、はい、続いて渡辺さんネームゆずパパさんからです、はい、森ママ聞いてください、はい、ツイッターの機能にインスタのストーリーと同じく24時間だけ見れるフリートが追加されましたね、うん、私はインスタのアカウントは持っているのですが見る専門で投稿はしたことがないため、どういうことを24時間見れるようにすればいいのかいまいちよくわかりません、うん、そこで早くも芸能界一フリートの使い方が上手でフリートの女王と呼ばれている森ママに質問です。普通のツイートとフリートの上手な使い分けを教えてください。うん、フリートの女王なんですね。フリートのね、そう、女王あんまりそんな嬉しくないんだけどね。これはね。ストーリーもフリートも、その投稿するまでもないこと。だけど、ちょっと載せたいなとか、みんな見たいかなみたいなことを、ちょっと喜ばれるかなっていうテンションぐらいのことを載せたらいいと思いますよ。そういう感じじゃない、やっぱ使い方としては。そうですね、投稿。投稿するまで、までもなしょうもないかもみたいな。はい。ぐらいのことをやっぱその優先順位をつけて自分の中でやっていくといいかなと思いますけど、ストーリーから始めたらいいんじゃないですかね。あ、確かに。まずまず多分ね、インスタのストーリーがやれること多いと思うから、うんうんうん、そうですね。そう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 、そっから始めて、フリートはもうちょっと私にまだ近づけないと思うな。あ、フリートのやっぱ女王なんです。そうそうそう、ちょっともうちょっと段階踏んだ方がいいと思う。さすがです。このメール少し前にいただいてたんですね、うん、すいませんね、今頃になってね。ありがとうございます。はい、森ママありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム横浜のマドラー水谷右京さんからです。メロンもセーラー服着るから劇団綿密に入りたい。メロン色アルタイルパンプ。密がね、密になってるんだよな。HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと馬場沙耶香がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、窓かと沙耶香の気まぐれトーク。イエーイ。週替わりメンバーともっといろんなお話をして、メンバーの意外な素顔を覗いていこうというこのコーナー。今週は窓かと沙耶香の気まぐれトークとしてお送りします。ちなみにトークテーマは公式プロフィールからピックアップしたものや、以前のコーナーから引き続きとなるダジャレに挑戦、渡辺さんの皆さんからいただいているものなど、いろいろな内容がアトランダムに入っていまして、サイコロの目によって内容が決まります。なお今日のトークテーマはスタッフさんと一部渡辺さんからのお題で構成しております。ということで今日はこちらの内容です。1、思わず笑ったこと。2、今一番の楽しみ。3、一番好きな麺は。4、もし対談番組があったとしたら。5、ドラ3期メンバーのみで新劇場でやってみたいこと。6、ホワイトデーにもらって嬉しいお返しの品。7、新プロフィールのこだわり。8、ダジャレに挑戦。9、ウィークエンド一発芸。10、D の占い。11、心理テスト。12、ハッシュタグ教えて森安パイセンと。はい、前半がね結構ちょっと変わってますね、うん、もうね下の7から12はね、はい、ほとんど変わらない、変わらない安定なんですよ、うん、うん、なるほど。何か気になるお題はありますか。私一番好きな麺はって気になるんですこれメンバーの麺じゃなくて、あの、うん、麺類の麺、食べる麺なんです確かに気になるんかな知りたいんですかねじゃあそんなさやまるからサイコロ振りたいと思います、はい、7。お、新プロフィールのこだわり新しくなったプロフィールおよびプロフィール写真のこだわりについてお話しください。はい、プロフィール写真のこだわり変わりました。めっちゃめちゃ嬉しいんですよ、新しいプロフィール写真漏れてました。かわいい、個人的に漏れてました。よかったね。え、じゃあ写真撮るためになんかこだわったこととかあるの。今までは下ろしてたんですよ髪の毛を、うん、普通にストレートだったんですけど、あのツインテールにしたんですよ。あー、はい、そうだったね。ツインテール、そのいろいろ生写真とか撮るじゃないですか、うん、その時に、うん、ツインテールの方が漏れるって分かってあー、ね、似合ってるんじゃないやっぱり。ですかね。そう、それでツインテールにしましたそしたらツインテール
そしたらいい感じに取れててすごく嬉しかったです。仕上がりも、はい、満足いって満足いきました。プロフィールの文章、まあ、趣味特技とかそういうのは変えました？あ、身長が変わりました、うんうん、158センチになりました。以前は150何でしたっけ、6とか。おお、伸びたね。伸びたんですよ。おお、嬉しい。嬉しかったです。よかったよかった。はい、じゃあこだわりはツインテールということですね。ツインテールです。じゃあ続いて私が振ります。2番。おお、今一番の楽しみ、これも新しいお題ですかね。こちらは枝豆先輩さんからのお題です。こんなご時世ですので、今一番楽しみにしていることって何ですか？趣味を充実させているのか、普段しないことにトライしているのか、何でもいいので教えてください。今一番楽しみにしていること何あるかな、うん、なんかいつになるかわからないけど旅行を楽しみにしてます、ね。旅行行きたくてずっと、うん、できないからこそ、ね、大阪とかに行きたくて。なんで大阪？あれあるじゃないですか、大阪の、うん、遊園地にずっと行きたくて、うんうん、ずっと行きたいんですけど、なかなか行けないじゃないですか、うん、去年ぐらいからずっと行きたくて、はい、行ける日に行けるようになる日を楽しみに待ってます今。東京じゃなくていいの？東京の遊園地、はい、あ、東京の遊園地も行きたいんですけど、うんうん、どっちも。へー、テーマパークに行きたいんだ。テーマパークに、はい、そう、じゃあ開けるのを楽しみにしてるのね。そうです、開けるの、コロナ明けをね。はい、私なんだろうな、木曜日にその自分のラジオをその聞いて、はい、それから基本結構流し聞きしてるんですよ、ラジコで、うんうん、あの FM 福岡を、うんうん、でそれでめっちゃ深夜のラジオを聞くのがすごい楽しい、はい。そうなんです。そう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 。どういう、なんか天国のラジオっていうやつをやってるんだけど、うんうん、FM 福岡で、それがすごい面白くて、ちょうど寝るぐらいの時間にあるんだけど、うんうんうん、それがすごい楽しみにしてる毎週。すごいこれどこにも行ったことないかも、初出し、まあ、だったらあのそのままの勢いでぜひあのゼロモに聞いてください。朝まで朝までオールで聞いてください。朝まで流しますラジコ、お願いします、はい、もうね、あの私も一応あの若干出てますけど、メインはあのうちのプロデューサーなんで、非常食美食家、あの非常食美食家でおなじみの、そうそうそう、サトリ先生、大先生が喋ってますんで。いや、じゃあ続いてさやまる、はい、2投目お願いします。いきます。はい、あ、2番あ、同じ、もう一回引きます。はい、 あ、7番、あ、同じ逆にすごい、もう一回いきます。あ、2番待ってください、なんで。あ、1番あ、よかったよかった。思わず笑ったこと。これは松千代さんからのお題を採用しました。思わず笑ったこと、今じゃないですか。だって何の仕掛けもないのに2と7いっぱいで出てたからなんでそんなにこだわり言い足りなかった、いや語り足りない、いやそんなことないんですけどツインテールで大丈夫だよね。ツインテールで大丈夫です旅行で大丈夫だよね、はい、楽しみ、旅行で楽しみなとこ不安になっちゃった、なんか話足りなかったのかな。いやー面白いな。じゃあ大丈夫ですかね、これはこれで、はい、はい、以上まどかとさやかの気まぐれトークのコーナーをお届けしました。このコーナーではトークテーマいつでも募集中です。何か思いついたらいつものアドレスまでよろしくお願いします。それではここでさやまるからのリクエスト曲をお届けします。お送りした曲はずっと真夜中でいいのにさんの締結ボルトでした。この曲は最近おすすめに出てきて、すごく曲調が私好みでとっても好きなので選びました。HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかの窓から。送り先のメールアドレスは HKT48@FM福岡.jp、HKT 数字の4と8 @FM福岡.jp です。 HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどから、森安まどかと馬場さやかがお送りしています。さて続いてこちらのコーナー、渡辺さんからの挑戦。 F まどのリスナー渡辺さんからいただいたクイズや謎々をもとに、私たち HKT48 のメンバーがその謎を徹底的に究明していきます。見た目アイドル、頭脳は大人しそうな目立て、まどか。はい、おパチパチ
ナン好きだよね。コナン好きですだよね。ありがとうございますね。同志が来ましたけれども、今日も問題は届いていますか。はい、届いておりますので早速ご紹介していきたいと思います。お願いします。渡辺さんネームホワイトベッセルさんからの問題です。ありがとうございます。まどかさん、週替わりメンバーのさやまるさん、こんばんは。こんばんは。漢字にはまどかさんの名字にも使われている森のように同じ漢字3つで成り立っている漢字があります、うん、ということで今回は同じ漢字3つで成り立っている漢字の読みを答えてくださいということでまず第1問です。口が3つで成り立つ漢字は何でしょう。せーの、ひん。あ、し、し、え、リモートみたいになってる。ひん、し、はい、し、しな、しな、ひんです。ひん。そうです。そうですね。はい、あの、品物の品。はい。っていうことですね。はい。じゃあ続いて第2問です。車が3つで成り立つ漢字は何でしょう。せーの、とどろき。よかった。そうですね。ゴーって読む。どっちが読むんだろうっていう探り探りの漢字が。とと。そうですね。とどろく、ゴーっていう漢字はそうなりますね。はい、じゃあ、行きましょう。3問目です。鹿が3つで成り立つ漢字があるんですが、それを2つ並べて、送り仮名が C という送り仮名がつくんですけど、これ何と読むでしょうか。全然わかんない。2つ、なんかいきなりあの問題のレベルが上がりました。確かにぐんと上がりました。何があった、ニートさんの間に。鹿が3つで成り立つ漢字がそもそもわからない、うん、あの森と同じような構成ですが、鹿が一番1個上にあって、うん、2つ鹿が横にこう下に置いてあるみたいな。そうですね、そんな感じなんですけど、これ分かる人いるのかな。え、この一つの単語でも読みますか。この一文字でも一つの単語でも一応読みはあります。あるんだ。はい、あります。知らない。どういう場面で使われるんですか、何々しいって。これはどういう形になるかっていうのはちょっと難しい言い方になります。かなりあの漢検の上の方みたいな感じのところに出てくるような文字じゃないですかね、これって。え、じゃあ結構難しいですね。結構特殊な文字ですよ。だってこんなん使わない。わかんない。鹿、鹿じかしい。思いましたね。それだったらもう鹿でいいんだよ、ね、そのままで。そのままだと、まあ、3つなくていいっていう。そうですね、もう一つで成り立つと思いますけど。うん、まあ、それを3つ重ねたらまたちょっと読みが変わってくるんですね。なんかあんまりいい意味じゃなさげな気がするけど、うん、わかんないけど。え、どういう意味なんだ。鹿は忘れていいんです。鹿は忘れた方がいいんだ。鹿が入ってるからなんか鹿に関連してるのかと思っちゃう。鹿に関連してなさそう。でもわかんない。全然わかんない。ギブアップかな。ギブアップでお願いします。ギブアップですね。わかりました、これはですね、荒々しいって言うんですよ。普通でいいやん。そうなんです。荒々しい。そうなんですよ。荒いでいいじゃないですかね。そうなんです。あの、意味は一緒ですか、荒々しいって。そうですね、まあ、あの荒いと粗雑とかそういった意味になりますね。あの、大雑把とか粗末とかそういった意味、まあ、いわゆるその荒いっていう字と同じになるんですけれども、もともとはその鹿が群れて走っているところを表す字の、もともとはそういうふうな字の形になるんですけれども、それからこう派生して鹿が遠くまで行って、鹿が競って走っているためにそのため荒くなってしまうみたいな、そういう意味があるらしいと。すごい。あの、ちなみに音読みはこれ一文字でソと言います。ソ、はい、ソという音読みがそうです。で、訓読みが荒いというふうになるんです。はあ、覚えときます。はい、使う場面があるかどうか分かんないです。確かになかなかないですよね。ミネラルタイルで入れてよ、これ。荒々しい、荒々しい。この字を使うことマストねって。そう、嫌だな。嫌なプロデューサー。嫌ですね、意地悪な脚本に。いや、もう多分それ言われた瞬間に関さんがもう悲しみます。いや、演者も怒るっていう。何これ、わざわざこれにしなくていい。覚えとこう。でも荒々しいって言うんですね、うん、はい。じゃあ続いて4問目です。
牛が3つで成り立つ漢字があるんですけども、送り仮名がメクというのがつきます。何と読むでしょう。牛3つがついた漢字に後ろにメクと書きます。どういう意味これは、どういう意味合いですかね。まあ牛が、まあ、こういう状態で3つ重なってるとっていう感じですよね。へえ、牛が重なってる。ごめんなさい、想像できなかった。なんか頭の中でそんなことある。牛がそのいっぱいいたら、いっぱい集まってたらってこと。まあそういうことでしょうね、うん、字の雰囲気からすると。何メクかな。牛が音ちょっとなんか牛が頭の中にいっぱい。難しい。え、最初の文字教えてください。ひひひひひしめくとか。あ、すごい、すごいすごい、天才、すごい。そうなんですよ、ひしめくって読むんだ、はい、もう一つ走るっていう読み方もあるんですけど、ひしめくっていうのもありまして、ひしめくはですね、大勢が押し合って騒ぎ立てる様子、うん、つまり牛がギュッと集まってればこう動きが取れなくてもう泣いてたりとか、ずっとうる、なんか賑やかな感じ、うん、ひしめいてますね。そう、確かに。それを表した文字。ちなみに音読みは本と言います。え、本、本、音読みは本です。本、はい、本になるんだね。牛三つ揃っちゃった。そうなんですよ。はあ、なんかすごいな。あの、さすがだね、プロデューサーさすがだね。ひしめく使うんですよね。絶対ないっしょ。どこかに、じゃ青春群像劇でしょ。ひしめくひしめちゃったよな。もうなんかこうソーシャルディスタンスが叫ばれている中、この漢字を使うっていう。確かに、逆にね。逆にね。本当だ、めっちゃ密じゃん、この漢字のもう間がさ全然ないわけよ。、うん、はあ、なんか本、え、本と、あと祖でしたっけ。すごい、なんかさ中国の漢字みたいな感じにならない、うん、わかります。はい、読みが訓だったら、うん、ね、すごいですね。へえ、なんかまあ勉強になりました。もうこれから関係を受けることはないかもしれないんですけれども、うん、どうも、あの豆知識として覚えておこうと思います。馬場、うん、さんね、豆知識のコーナー持ってますから。そうなんですよね。、はい、これじゃあ応援ぜひ、ええ、言います、はい、使っていただいて。ぜひみんなをあの唖然とさせてください。唖然とします。ホワイトベッセルさん、ありがとうございました。ありがとうございました。メロンちゃんにメロメロ。渡辺さんネーム、名古屋の40代ダンディさんからです。メロンちゃんもデカ出ししてよ、キラー。走っ、HKT48 渡辺通り1丁目 FM 窓か窓かの窓から、森安窓かと馬場沙耶香がお送りしています。続いてはこちらのコーナー、 F 窓グルメ研究所。イエーイ。このコーナーでは皆さんの日常の食卓にまつわる疑問やちょっとした工夫をはじめ、日本全国の食にまつわる風習などを HKT メンバーが聞いてへーと言っていきます。はいはい、渡辺さんネーム、横浜のマドラー水谷右京さんからいただいているメッセージです。こんばん、わかめちゃん。わかめちゃん。言わないタイプなのね。わかめちゃん。意外の。ちょっと戸惑っちゃいました。お二人は卵サンドは食べますか。私は大好きで食べるんですが、喫茶店やコンビニの卵サンドはゆで卵とマヨネーズで作った卵サラダを挟んだものが多いですよね。それも好きなんですが、私は卵を焼いた卵サンドが好きなんです。だから家で作るときは食パンに卵焼きを挟みます。お二人はどうですか。卵焼き卵サンドは食べますか。あんまり食べないですね。なんか食べないな。お弁当、駅とか電車乗るときの駅弁みたいなのによくありません、卵サンド。あ、入ってるよね。はい、そういうのは食べるけど、って感じ。え、どっち、卵サンドといえば卵サラダの方か、はい、卵焼きサンドの方か。私サラダの方、卵サラダの方好きで、まあ、そうだよね、見かけ、はい、よく見かけるのはそっちかなっていうか、うんうん、だけど私そもそもサンドイッチ自体そんなに好きじゃないんだよね。あ、そうなんですか。え、好きそう、うん、あんまり好きじゃなくて、ホットサンドはめっちゃ好きなんですよ、はいはいはい、よく食べるんですけど、うんうんうん、あんまり食べないかなっていうのと、うんうん、お家でさ卵焼きを食パンに挟んだらさ、なんか
なんていうの染みて美味しくできるかなってあ確かに心配。どうなんでしょう、やったことがない。コツがあるんかなだっていわゆるさその、はい、だし巻き卵みたいな感じですよね、うんうんうん、とかになんか、ま、からしマヨネーズみたいなのとか、うんうんうん、あとは、まあ、ケチャップの場合もあるか、うんうん、そういうタイプだと思うんだけど卵焼きサンドって、はい、お家で作るの結構難しそうだけどなと思ってすごいなって思いました。美味しそう。でもそうだね、でも美味しそうだね、はい、食べてみたい。うん、いいですね。京都にねなんか有名なお店があるみたいで、そう行ってみたいですね。あのテーマパークの帰りに帰りに、はい、寄っていただいて続いて渡辺さんネーム吹き顔メガネのルシファーさんからです。まどかさん、週替わりメンバーのさやまるちゃん、こんばんは。こんばんは。皆さんはペヤング極激辛焼きそばをご存知でしょうか。数々の種類があるペヤング焼きそばの中で最も辛い極激辛シリーズは通常のペヤング激辛の12倍、ペヤング激辛エンドの3倍の辛さとなりますその極激辛シリーズ第2弾として極激辛カレー焼きそばが先日発売されました。私の上司が激辛好きで第1弾のリピーターであったため代わりに購入を頼まれ会社に持っていくとまさかの試食会になりました。私はココイチだと必ず甘口を注文しますのである程度察してください場の雰囲気もありエンターテイナー魂が出た私は思いっきり一口頬張り少し味わった瞬間口に広がるピリピリとした痛みにカレーの風味、その後あまりの辛さにもだえ辛さでもある辛さにもだえ、汗が止まらず会社の自販機の1号レ 500ml を2本飲み干し、1時間以上した先の痛みに苦しみました。一口でもこれだけ苦しみをもたらす焼きそばは初めてでしたので皆さんも機会があればぜひお試しください。 PS 上司はその後自宅でも何度か食べたらしくとても満足していました。すごい、このすごい上司さんすごいね。すごいですね。だいぶなだいぶ激辛好きだね、はい、あと得意なんだろうね、好きなだけじゃなくて、うんうんうん、やっか大変でしたね災難でしたね。こっちが痛くなりました。そうだねなんかこれ聞いたことあるんですけど相当辛いって、はいはいはい、なんかその辛い超えてその痛みも超えて、うん、もう苦いらしくて、はい、辛い痛み超えると苦いに行くんだ、苦いに行くんだと思ってすごい、そこまで行っちゃってもちょっと辛大丈夫かなと思うけど、まあ、ね、確かに美味しく食べられる人はいいと思うんだけど、うんうんうん、激辛辛いものは苦手です。大の苦手です。甘党？甘党で本当にダメなんですよ。最近カレーも甘口でもたまに辛いのあるレベル。そんなに？だから本当に様じゃ本当にダメなんですよ。可愛い。先週のプロデューサーも同じこと言ってたな。カレーは甘口じゃなきゃダメって。プロデューサーはあるある甘口が好き。じゃあこれとか絶対無理だね。絶対。極激辛カレー焼きそば。だって激辛の12倍ですよね。そうだよ、絶対さか激辛でも無理ですよ、もう罰ゲームだよね、はい、はあ、もうお金出してはちょっとって感じですかちょっとすごいな、でも、うん、得意で食べたがる人もいるっていう、うんうん、不思議だし ね、でも私もあの何でもタバスコかけちゃうんですよ。すごい辛いの大好きなんで、だから、まあ、いつかね、いつかでも なんかこれを聞くと、うん、ちょっとなんか勇気いりません？1時間以上痛みに苦しみましたって聞くとなんか1号で2本だもんねそうだね、ちょっと覚悟していつか食べるときはね挑みたいと思います。それではこのあたりで今日最後の1曲聴いてください。どうぞ。お送りした曲は HKT48 で青春の出口でした。今日も素敵なラジオをありがとう。Hey! FM まどか。イエーイ森安まどかと馬場さやかがお送りしている HKT48 渡辺通り1丁目 FM まどか、まどかのまどから。あっという間にエンディングがやってきました。早いですけれども。エンディング、渡辺さんネームてつてつさんからメッセージをいただいているので読みます。森保様、馬場様、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます, います馬場さんが出演されているサガーズのラジオは月一で日曜特別版があり、うん、他の HKT メンバーがゲスト出演されていますが、
以前小田さんが出演された時に放送後に同期の宮崎さんが佐賀を案内していたみたいです。へー。仮にゲストに森保さんが出演されて放送後に私この後予定ないんだけどさやまるどっか案内してって突然言われたら馬場さんはどこに連れて行きますか逆に森保さんが佐賀まで来たついでに長崎に寄ろうとしたら馬場さんがキラキラに目を輝かせながら長崎一緒に行きたいですって言ってきたらどこに連れて行きますかお互いにね、はい、だから、まあ、お国自慢してくださいっていう話ですよ。案内するとしたら、私は呼ぶ子のイカを一緒に食べに行きたいです。あ、美味しいよね。本当に美味しいんですよ。なんか、うん、前に家族で行ったんですけど、うんうん、なんか天ぷらもあるんですよ、うんうん、天ぷらでなんかちょっとカレー風味のお塩をつけて食べたんですけど、いい、ね、めちゃめちゃ美味しくて本当に美味しかったんですよ。そのお刺身だけじゃなくてってこと。そうなんですよ。あ、最高じゃん天ぷらもいいね。イカ大好き。本当ですか。わ、うん、ぜひ。だ、新鮮だよね。めちゃめちゃ美味しいです。長崎だったら、はい、長崎いっぱい観光名所あるけど、うんうんうん、中華街とか、あ、食べたい、稲佐山とか、あ、はいはい、テーマパークあるよ。ありますよね。ハステモスあるよ。ありますよね。日本でね、うんうん、一番大きいんだってテーマパーク。一番大きいんですか。そう、面積すごい。多分ね、海わかんないけど、あ、含んでるのかわかんないんだけど、そう、面積として一番大きいらしいので、ぜひぜひ遊園地に植えてるみたいなんで、はい、植えてます、まあ、そうは言うても連れて行きたい、ね、あのハウステンボスは1個の街みたいなものですよね。確かに、まあ、確かにハウステンボスアトラクションもあるけど、そうそう、アトラクションもあるけど、まあ、住むこともできるっていうのがあるので。そうなの。住めるんですか。そう、ヴィラみたいな別荘として実際に使ってる人もいるの。そうそう、すごい、ね、いいよね、あんな景色が綺麗なところ。いや、すごいですね贅沢だよね。いいなと思いますね、うんうん。でもね、本当にね、ファンの人めっちゃ言われるの、これ出てって、うん、そう、いつになったら出るっていつになったら、そうそうそう、もう馬場さんの方からのそちらの番組のスタッフの方に本当お願いしてみてください。わかりました、まどかさんでって。そう、呼ぶことね、いい回、うん、食べたいし、ぜひぜひ続いて渡辺さん、ネームポッポッポマカポッポさんからいただいているメールです。森ぽ、今週のゲストメンバーさやまるちゃん、こんばんは。こんばんは。4歳の長男が戦隊ものや鬼滅の刃などの歌を歌っていると、うん、1歳の次男もつられて歌詞の語尾に合わせてターやダーなどと声を出します。かわいい。歌ってすごいなと思いながらも、自分が4歳くらいの時はそんなに歌っていなかったような気がしますが、森ぽや今週のゲストさんは子どもの頃よく歌を歌っていましたか。またどんな歌をよく歌っていたか覚えていますか。へー、4歳の記憶が4歳の記憶ねあんまりないないけどね。なんか歌に合わせて踊ったりしてたらしいです。私、踊ってたんですか。かわいい。うん、音に合わせてかな。うん、さやまるは、さやかはなんか歌っていうか、私の家結構テレビっ子だったので。あ、そうなんだ。テレビついてたので、なんかお兄ちゃんがいるんですけど、うん、CM とか、うんうん、歌ったりとかしてたかも。あとなんか楽器とかの方が好きだったので、うんうん、なんかカスタネット叩いたりとか、ちっちゃい頃から多分してます。すごい。4歳ってどのくらいかわからないんですけど、うん、幼稚園の頃とか。へえ、してました。そうなんだ。じゃあ結構音楽秀才一家かもしれない。いや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 なんかこの間バス乗ってたら、前に座ってたちっちゃい女の子がもうずっとあのソリオの CM の曲歌ってて、ソリオ、そうそうソリオって曲あるじゃん、はいはいはい、CM の曲をずっと歌っててかわいい。そう、なんかなんとかなんとか電電ピンみたいな感じのちゃんとセリフまでコピーしててすごい。その後は分かんないんだよねって言って、かわいかったそう、ちっちゃい子ってすごいなと思って、うん、いいですよね、うん、はい、癒されますね。はい、じゃあこの辺でもう一回ぐらい告知しておきますか。水色アルタイルの、まあ、いいね、最後だからね。あと2日だから。あと2日です。はい。2月の20、21日、23、27、28日の2日間ですね。うん、水色アルタイルと、もう片方の不本意アンロックが1日4公演、うん、2公演ずつ行われます。うんうん、ぜひ、そうですね。どちらも、あ、私は不本意アンロックの方は
ほとんど見たことないのでちょっとわからないんですけど、うんうん、ミゼラルタイルも今ラストスパートでみんなで頑張って作り上げているので、うん、ぜひ気になった方は見ていただけると嬉しいです。もう本当にみんながね精神的に頑張って、はい、作り上げていますのでぜひ皆さん見てくださいね。私も楽しみにしています。すごいなんか HKT メンバーっていうよりも、はい、オンライン演劇あのプロデューサーの方をゲストにお迎えしたみたいな感じのテンションだったんですけど楽しかったですねこれはこれで、はい。浜田では皆さんからのメッセージどしどし募集中です。各コーナー宛てにもぜひメッセージ送ってください。メールアドレスは hkt48@fmfukuoka.jp hkt 数字の4と8@fmfukuoka.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしてます。 hkt48 渡辺通り1丁目 FM まどかまどかのまどからお相手は森安まどかと週替わりメンバーの馬場さやかでした。バイバイ。せーの、戸締まりしっかりね。